引き分け以上で2大会ぶり優勝が決まるはずが、宿命のライバルにホームで4失点惨敗。韓国に大会連覇を許した日本代表のハリルホジッチ監督の表情は冴えなかった。FIFA ランキングは日本の55位に対し、韓国は59位。にもかかわらず、このチームが日本より強いことは試合前から分かっていたとし、韓国とのレベルに差があった、韓国は勝利に値する、韓国の方が格上げだったと相手を称賛する言葉で試合を振り返った。前半3分に伊藤が得た PK を小林が決めて幸先よく先制。だが、そこから前半だけで3点を失ったセカンドボールをことごとく相手に奪われ、奪ってもすぐ奪い返されるの繰り返し。選手だけで流れが変えられない中、指揮官は後半に11分にようやく最初の交代カードを切ったが、代表デビュー戦となった三沢を、鹿島は直後の同に14分に自らのハンドで右へ FK を与え、これを読む、義憤に決められて屈辱の4点目を失った。ここでしっかり結果を残すことを望んでいたが、1点目を決めた後でプレーを止めてしまった。なぜそうなったのかわかりませんと振り返ったハリルホジッチ監督。相手がその状況をうまく利用して2得点決めたところでこちらのバランスが壊れてしまった。韓国の方が格上げだったと思いますと言い切った。